2月2日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。前線の通過によって関東エリアは朝雨や風の強まりに注意が必要です。またこの前線が通過した後、日本付近は冬型の気圧配置強まり、日本海側広く傘の出番となります。詳しいお天気の流れを見ていきますと、関東エリアはですね、朝雨や風が強まりそうなんですね。特に沿岸の地域を中心に交通機関に影響が出る恐れもありますので、時間に余裕を持った行動を心がけてください。また日本海側は広く雨や雪の降るところがありそうです。特に北日本日本海側では沿岸を中心に吹雪や、内陸では積雪の増加にお気をつけください。各地冷たい風が吹き、気温の数字よりも寒さが厳しく感じられそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。